どうも皆さんこんこにちはきょうきょうです今回はですね、タンホール6におけるまあ攻め方、キウキウが説明する、おすすめする攻め方の講座でございます。えー、タンホール6になるとですね、ジャイヒーというものを使えるようになるんですね。ジャイアントを出しといて、後ろからヒーラーでどんどん回復していくという戦法なんですけれども、えー、早速、その内訳をね、見ていきたいと思います。私が考えるのはですね、やっぱりジャイヒーということで、ジャイアントは1発体。 やるといいですね18 17, 17かまあ18まあ基本的に18ぐらいじゃないですかねそしてヒーラーを1体ここが迷うところなんですけれどもヒーラー1体だとあの結構きついかもしれないんですよですけども枠がヒーラー14使ってそしてジャイアントは2なんですねあジャイアントは5でしたっけジャイアントのあ ジャイアントはですね、5なんですね。なので、ジャイアントを3体減らして、ジャイアントを15体にしてヒーラーを2体にするっていうやり方も OK だと思いますけれども、まあ、基本的にまあジャイアント18体、そしてヒーラー1体という、まあ、ことにしておきます。そして、ウォールブレイカーが4体。ウォールブレイカーはどういう時に使うかというとですね、えー、っと、そのジャイアントの、 道を開けるために、まあ、要するに対空砲をやっぱり先に壊したいわけですよ、在避の場合は。なので、対空砲を壊すために、まあそのジャイアントの道をね、開け,開けてあげるために、その壁をジャイアントが壊してる時間がすごいもったいないので、ウォールブレーカーで開けるという感じですね。そして、まあタンホール5の、えー、5と同様にですね、ゴブリン、まあ、10体入れます。なぜゴブリン入れるかというと、やっぱりその資源が、在避って本当に時間がかかるんですよ。3分。 結構足りないので、えー、ゴブリンでもうほんもう防衛施設が本当になくなった時に、えー、ゴブリン10体を出すということになりますねそしてアーチャー28体、えー、アーチャー28体は何で入れるかというとですねまあ基本的に時間がなくなるのであとはまあそのアーミーキャンプとか結構離れて出てる時とかにですねあの遠距離攻撃なのでアーミーキャンプとかそういうちょっと遠くにある系の壁の外にあるえ設備なんかをまあ 攻撃を受けずに破壊し続けるという感じですね。まあ、タウンホールの6の、えーまあ、狙う村としては、やっぱり対空砲がど真ん中にあったりするのは避けた方がいいと思います。やっぱり、えー、タウンホール7に比べて、やっぱその持っていける。そのユニットの量も違うので、やっぱり対空砲は外にある村を基本的に狙った方がいいと思います。そしてまあ、ジャイアンまあ、本当に、えー、壁のですね。災害層に。 一番外の、まあ、最下層に、えー、対,対空砲が設置してある場合はウォールブレーカーを使わずとも、えー、ジャイアントを投入してからですねジャイアントを投入してからアーチャーで、えー、対空砲を壊すということもできますそっちの方がいいですねウォールブレーカーも、うん、そんな使わなくて済むので、はい、そして対空砲を破壊してから、えー ヒーラーを出すようにしてくださいヒーラーラっていうのはすごいヒットポイントが低いので、いや低いというか、もともとの対空砲の攻撃力が半端ないので、あのヒーラーすぐ死んでしまうので、えー、ヒーラーは確実に対空砲を壊した段階で出すようにしてください。えー、っとま、まとめるとですね、ジャイアントが18体、ヒーラーが1体、ウォールブレイカーが4体、ゴブリンが10体。 アーチャーが28体、えー、計エリクサーはですね、43,960エリクサーを使うということになります。まあ、この、まあ、値段というか、エリクサーの量はまあ妥当なんじゃないかなと思います。やっぱり結構、この編成は強い,強いので、はい。あのー、なので、今回は、えー、タンホール6におけるジャイヒーの、えー、ユニットの編成でした。ご視聴ありがとうございました。